you and me. Let's get together now, you'll see. Just how this life is supposed to be.10時までやってんだね。朝風呂もあるんだ、すごい。本のね、クーポンで。本類風力発電所、あ、利尻富士見えてる。風車がまっすぐ並んでるのってなかったよね。初ね、すごいね、迫力がまた違うね。ね、オーロロナインは来るべきだね。せっかく稚内の方行くなら、ここ通った方がちょっと楽しみが一つ増えるって感じがするかも。多分南下するより北上した方が楽しい。うん、利尻富士がちょうど見えるからね、一緒に。利尻富士とオロロンラインと風車、最高だね。道の駅稚内、まあ、JR 稚内駅と併設だよね。そうです。でここにあるのが日本最北の線路。はい、ここずっとあっちの本当の線路まで続いてるんだよね。やります。日本最北端の線路、これが本当に使われてる線路まで続いてる線路。道の駅自体も最北の道の駅だよね、日本で。らしいよね、ここまで来たよ。これ列車の今日先に宗谷岬、宗谷、日本最北端、宗谷に行く。宗谷な、岬、私岬じゃない。よし、じゃあ行くか。はい、だいぶ天気もね、さっきまで大雨だったけど晴れてきたからちょうどいいね。よかった、晴れて。
ついに最北端まで、もう少し。すごい。宗谷岬の駐車場に到着。駐車場結構あるよね、台数ね。そしてここが、あそこが日本最北端の石碑。みんな写真撮ってるね。そして風が強すぎて怖い。風強くてこの前見えない。この状態。ああ風がやばいね。こりゃダメだ。日本最北端の地の木、中央の N が北を表してて、台座の円形は平和と協調を表してるらしい。本土4局の2枚目証明書。最北端宗谷岬やったね。やりましたね。早くも2枚目ゲット。東と北は北海道だから意外と早いんだろうけど、この後がね、ある2枚がね、鹿児島と長崎です。遠いね。真逆だからね。ね、とりあえずこれを無事に持ち帰ります、うん、よし。
最北端到達の記念にセコマのソフト。では最北端到達を祝して乾杯。乾杯。二人で一個。美味しい。まあ、美味しい。美味しいね。ミックス美味しい。なんか今日午後からだったけどさ、満喫したよね。うん。まあ、昨日オロロンライン登ってきて、今日は宗谷岬と白い道行ってきて、もう大満足かも。明日はね、早起きして礼文島と利尻島に行く。まあ、礼文島と利尻島は次の動画で。ラーメン。